地上駅は鉄道の駅の形態の一つであり、プラットフォームが元の地面と同じ高さにある駅のことである。地面の高さとは一般に一回レベルのことを言う。若干上下している場合もあるので、講義では地上からプラットフォームが目視できて、かつ、高価の建造物の上ではない駅のことを指す。したがって、掘り割りの駅も地上駅に含まれることもある。地平駅とも言う。 南稚内駅の古墙橋地上駅では、軌道を地面の上に直接敷設する。軌道のために大型の構造物を建設する必要のある高架駅や地下駅に比べて、工期や費用が小規模で済むので、最も多くの駅で用いられている形態である。特に土地費用が安く用地の買収が容易である。場合は、地上駅が有利なので、沿線の人口密度の低い地域では、 地上駅が採用されやすい。逆に、人口の密集している都市部では土地の利用の制約が多い。従って、地上駅は郊外に限定され、市街地では地下、または高架にして地上駅の建設を避ける傾向にある。それが難しい大きな駅では、ペデストリアンデッキを作ることが多い。地上駅の場合、駅舎に隣接しているプラットフォームへの連絡が特に容易であり、 優等列車などの発着に役立つ。そうでなくとも列車に乗車するまでの物理的距離が短いので利便性が高い。しかし、古戦橋や地下道で移動する必要のあるプラットフォームでの利便性は他の駅構造と変わらない。同様に、京城駅ではこの利点がない。旅客駅では駅の設備を地上に集約している。最も簡易な地上駅は、 プラットフォームだけで構成されていて、利用者が著しく少ない駅で採用されているものである。プラットフォームの脇に駅舎を備え付けている駅が多く、駅舎の中に簡易な待合室や発見窓口などが備え付けられていることが多い。線路の両側に入り出口を設置する場合、両方にそれぞれ駅舎を設置し、古墙橋や地下通路、または構内踏切によって、 線路を越す施設を準備する必要がある。この場合に、京上駅を採用すると、駅設備をすべて2階部に集約することができる。京上駅は、駅員の常駐する、有人駅では、駅舎の一元化が可能なので、都市近郊の駅に採用されることが多い。大きな駅では、京上化に加えて、ペデストリアンデッキにより、車道と歩道を分離することが多い。 駅舎を地下通路内に設置した地下駅舎を持つ駅もある。貨物駅では貨物の積み下ろしのためにクレーンやフォークリフトを使用しコンテナを留置するための広大な用地を必要とするのでほぼ例外なく地上駅を採用している。地上駅の駅舎は平屋が最も多い。利用者の多い主要な駅では駅ビルが併設されるなど複会構造を持つ駅舎もある。 最も簡易な橋上駅は2階建てである。地上駅の建設には地上の構造物としての建設工法が用いられる。最も簡易な工法は基礎工事なしにプレハブなどの既製品を置くものである。しかし、駅に多くの機能を持たせる場合、それでは面積が足りないので駅舎を建造物として建設することも多々ある。駅舎は大抵は基礎工事から始めるが、 地盤が弱い場所では杭を打ったり、岩盤まで掘り下げてから建設することもある。駅ビルと呼ばれる大規模な駅舎を建設する場合に多く行われる。解体工事は地下駅や高架駅に比べて小規模で済む。しかし、解体工事の規模は駅舎の大きさに比例するので、巨大な駅舎の時は地下駅や高架駅に比べて大きくなることも多々ある。 基本的には重機によって解体される。ありがとうございます。